平成30年10月27日、阿蘇市浪野の旧有尺小学校体育館で、有尺秋祭りが開催されました。まず、お祭りの実行委員長を務める岩下久則声優会会長が、今回で34回目を迎えることができました。たくさんの方々にお越しいただいて感謝申し上げます。ごゆっくりお楽しみくださいと挨拶し、お祭りの幕が開きました。途中、佐藤義興阿蘇市長も会場を訪れ、お祭りのご招待をいただきありがとうございますと感謝を述べました。ステージでは早食い競争や子どもたちの太鼓の演奏、赤牛くんを交えたダンス、マジックショーなどが次々と発表されました。浪野中学校生徒による神楽では、公演途中に停電し、観客らがスマートフォンのライトでステージを照らすなどのハプニングもありましたが、勇壮な舞に客席からは盛んな拍手が送られていました。祭りにはおよそ500人の地域住民が訪れ、会場は満員。最後は大抽選会が行われ、楽しい出し物に有尺秋祭りは大変な盛り上がりとなりました。